はい、2643回始めます。4月27日土曜日入ったところですね。はい、カエルがね鳴いてるんですけど気にしないでください。為替がねすごいことになってるね。もうそこ抜けたって感じで、もう今1ドル、157円40銭ぐらいですよ。もう157円台ですよ。155円の壁ね、突破したら早かったね。本当にあっという間にもう160円が見えてきたって感じですね。これね、これ日銀もね介入しづらいよねこれ本当に。まあドル円ね、私今触ってないんですけど、あとユーロ円に関してはもう170円、1ユーロ、迫ってますよ。168円ちょうどですよ今。はい、ポンド円についてはね、もうあれですよ、195円95銭ってことで、1ポンド200円時代が来るんじゃないかっていうぐらい、いやー、円、弱いね、本当に、これは日銀もね、介入しづらいよ、で介入したってちょっとね、介入した時にはね、ガツンと行きたいもんね、5円、6円ぐらいは、一気に。介入してね、意味、なんていうのかな、効果ないんであればね、もう打つ手なしっていう風になっちゃうから、日銀もなんていうのかな、やるんだったらドカンとやりたいところだよね。どうだと、日銀の力すごいだろうという感じで、介入してるのにちょっとしか動かないっていうんであればね、これはね日銀の面目丸つぶれになっちゃうから、メンツ、難しいところだよ。もうでもあれよあれよってね、今日政策、日銀政策決定会合あってね、まあまあまあ特に目新しいことがなかったっていうことで、現状維持だっていうことで一気にね、円売り進んだみたいですね。157円40銭ぐらいつけてますよ今ドル円。はいね、今私ガソリン価格見てきたんですけど167円でしたね宮城県。皆さんのと宮城県はね割と安いみたいですよ。はい、他のところ170円とかでね、ずっと動かないで、今補助金もあるんでしょうし、なってると思うけど、これは、まあガソリンはね、多分ある程度、このぐらいで維持されると思うけど、ね、ガスとか電気とか水道とか、まあ水道はあんまり関係ないのかな、でも関係あるよね、関係ないようで、上がっていくと思うよ、公共料金。これはきついよ、円安は。はい、まあまあまあいいよ。福島中央テレビからですね、育児休業中に…ということで、税務署職員ね、税務署に勤務する20代男性職員が副業で約2億円、儲けてた、受け取ってたっていうことで懲戒処分、福島県内の税務署に勤務する20代の男性職員が育児休業中に副業で約2億円受け取っていたとして懲戒処分されましたと。国家公務員違反で停職1ヶ月の懲戒処分を受けたのは福島県内税務署に勤務する、財務事務官、この人国家公務員ですよねこれね、20代男性職員ですと。仙台国税局によりますと、この職員は2022年の8月から2024年の2月までの、まあ、1年半だね、育児休業中、承認を得ずに副業を行い、車62台と携帯電話4台売却し約2億円を受け取っていましたと、国税局は26日付でこの職員を、停職1ヶ月の懲戒処分としてこの職員は、まあ、辞職したとまあこの職員ね、車をインターネットで購入し車1台につき約1200万円などで、まあ、買取店とかオークションとかで販売、売却してたということで、聞き取りに対して職員はね、もともと車が好きでね、好きだったと、中古車がね、高騰してて儲かると考えたと、悪いと分かっていたんだけども、やってしまったと、やめられなかったと言って、まあ、この20代の職員ね、自らね、懲戒処分受けて、1ヶ月のね、停職1ヶ月の処分受けて、まあ、やめたんでしょう。ね、居づらくなっていや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 、これ、まあ、約2億円を受け取っていましたってなってるけど、これ利益が2億円なのかな、
62台の車で売って、うん、62台まあね、なんていうのかな、さや取りしたんでしょ、うん、ね、だからこれでも2億円は利益じゃないよね、こんなに儲からないよね、さすがにね、うん、私このニュース見て思ったのは、このね、まあ国家公務員の人が副業を届け出もせずに副業していたっていうことで、まあまあこれアウトなんだけど、しかも結構な額だからねこれね、いやね、2億円も動かしてた、利益かどうかは分かんないけど利益じゃないよね、まあ62台で100万円ずつ利益取ったって6200万、まあでも62台高級車だったら2億円ぐらいいっちゃうのかな利益で、うん、まあそうだとしたらこの国家公務員20代の人、うん、あの副業っていうかこれ本業にした方が儲かるよねこれね、明らかにね、うん、それよりもこの職員育児休業中2022年8月から2024年2月までの育児休業中になって1年半だね、これ1年半も育休取れんのかね国家公務員は、うん、しかも男性で民間で1年半育休取れないよね普通ね、うん、だから公務員の方々、まあ、今ねあの率先して公務員が育児休業、男性の育児参加なんてね叫ばれてるから率先して取るようにみたいな流れになってると思うんだけど、それにしてもすごいね、1年半も育休、これずっと休みなのかねこの間ね1年半、うん、給料が6割ぐらいもらえるのかねこれね、うん、羨ましいね、こういうの見ると本当公務員はいいなと思いますよ、はい、そっちだね私はどっちかって言ったら、あと62台でね100万ずつ利益出して1台あたり100万ぐらい高級車動かしたとしてね、売買したとして100万で6200万、300万円ずつ利益取ったら2億円になるからなるか、うん、儲かるのかね、やっぱこの人は車が好きで車好きっていうことで車のこと詳しいんでしょう、ね、うまいことやるとこんなに儲かるんだね、今本当中古車ね高くね、なってるって聞くけど儲かるんだねこんなに、うん、いや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 、私もね、本当に目利きできればね、こういう風にね、うん、目利きできないんだな、車は全然わかんないんだな、時計とかもわかんないしな、私目利き、うん、だから私なんか素人なんかやるとね、本当にね、赤字になったりするんだけどね、目利きできる人やるとこで車動かしたり、時計動かしたり、まあ、ちょっと根の張るものね、うん、右から左に動かすだけで利益得られるんだね、本当にね、まあ、ということで、うん、福島の税務署に勤務する20代の男性が育児休業中に副業をやって、まあ、インターネットでね、車売買ね、やって2億円受け取ってたということで、懲戒処分受けましたってお話しました。はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。